ション。2つのステップに分けるといいと思いますね。まずステッカーでこうロゴだとか、まあ、シンボルだとかそういうものを貼る前に、まずベースの車に対して大まかにデザインをまずきちんと作ること。でそれができて初めて、あ、じゃあここにこのロゴを大きく入れよう、このマークをここに入れよう、まあ、そういった手順に進めます。This is sport。